撃しとったか。いよいよ今日から始まるワイの新番組、ケロちゃんの食い倒れてなんぼのスタートや。今回は特別にこれまでのおさらいをするで。始まりはさくらが家の書庫で見つけた古い本。その本には魔力を秘めたクローカードが入っとったんやけど、さくらが発動させてもうてバラバラ。ほいでそれを回収するカードキャプターさくらが誕生したんや。これは友達の友よ。いつもさくらの服を作ってきてくれるさくらの友達。ほんで香港から来たごと。ほいでさくらと好き同士。とにかく行ってみよう。カードキャプターさくらクリアカード編スタートや。風って鳥って私より自由かな。翼がないなら走ってくわ。行きたいところだってできるよね。 Going, 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 going now。 想像とはいつも違ってる。何もかも完璧とはいかないけど、心の底に泉があるの。どんなに落ち込んでもまた透明なもので満たされていく。これってこれってなんていう気持ちなの。すべてのカードが揃ったとき、それは終わりではなく始まり、終わりへの始まり。そろそろ時間やで、さくら。私、日の本さくら、友枝中学校の1年生になりました。何回見ても寝癖もついとらんし、ビシッとしとる。ええ感じや。ありがとう、ケロちゃん。今、声かけようと思ってたんですよ。そろそろ時間。変かな。いいえ、小学校の制服を着てたのはほんの少し前なのになって。中学の制服も似合っててとても可愛いですよね、トウヤ君。怪獣にも衣装。なんですって。衣装じゃないもん、制服だもん。怪獣は否定しねえのかよ。お兄ちゃん大学生になっても子供みたい。お前も中学生になってもガキだな。さくらさん、そろそろ出かけないと。気をつけて。